戦う姉さん、ソフィだよ。鎧を着て浅草に来てます。今日は騎士の遊びです。おのまげ体験をしてみます。ここは浅草にある The Axe Throwing Bar 浅草なんですけど、名前通りにここにはおのまげ体験のできるバーです。私は剣術のトレーニングの中にさまざまな武器を使いますが、実際に斧を投げたことはないです。だから今日はうまくできるかどうかを見ながら遊びましょうね。じゃあ入ってみましょうね。かわいいな。これを楽しみ。斧を投げたことないかな。失礼します。投げるのかな。スタッフが案内してくれるんですけど、実際投げるところは下らしいですね。かなり雰囲気がいいですね。おお、すごいですよ。木の匂い本当に強い。あ、結構すぐね、やらなくなっちゃうんだよね。こういう場所なんだね。なんかもっとマッチョなはずだと思ったんだけど、意外とおしゃれなスペースですね。はい、ワクワク。なんかラックスローリングっていう、今アメリカを中心に今移行しているスポーツの一つですね。英語もね。英語もある。すごい。はい。ダンスとかで、ブルーズアイって言います。あ、はい、青いところですね。これ切るとはい、試験なんですけど、まあ、マックスで64点まで狙える、まあ、まあ、いかないと思うんですけど、はい、63に行ったら教えます。はい、行かなきゃないのにっていうところを本当に伝えてる感じです。あ、ですね、クイックとか禁止ですね。はい、あ、ね、はい、横投げとか下投げとかやらんで、はいはい、ルールを守るのは私とても得意です。とてもつまらないです。ヘッドを肩に乗せて上げて体重を上げる。わ、結構細いですね。あ、はい、はい、はい、じゃあ肩に一つで歯がいい。それを押してみましょうか、ね。そうですね。じゃあおすすめありますかね。筋肉の少ない人におすすめするのはこれ一番長くて重いんで、これちょっとね、だったらこっちの方がいいと思います。あ、この方が先生ですね。はい、はい、じゃあ一緒にその素振りをやりましょうか。学ぶのは大好きです。片手投げ、この投げたことないんですけど一回頑張りましょうね。ありがとうございます。ちょっと邪魔です。上に上げて、で肩を支点にして、ちゃんと斜め前で離すっていうのを、まあ、片手投げのステップ。あ、全然ならない。はい、入れて、入れて、入れて、うん、惜しいですね。やっぱりね、鎧で重いですよね。はい、はい、はい、やりますね、滑っています。今だと絵がいっちゃってますね。先生なしで一人でやってみて、うまくできるようになるかどうかチェックしようね。ちょっと練習していきましょうか。スウェーデンのミッサマース祭りにはたまに斧投げがありますよ。で、子供の5歳の時はやろうとしたんだけど、重すぎて持ってなかった。だからすぐ諦めて泣きました。一応やってみようとした経験があります。この方が重いよね。これでやってみる？騎士としてはたまには斧を使うんですけど、投げたりはしないですよね。一番いい武器は敵の武器なんだから、自分の武器を他の人に投げて逆に敵の武器になっちゃうからあんまりしないね。自分の武器は自分のまんまにしたくて自分で使いたいからね。おっ、この投げの方がいいね。じゃあこれをベースラインとして使ってもう一回ね。これだったらいかがなんでしょう。はっ、サケッ。
めちゃくちゃプライド高くなるね。足を変えようか。この足を前にしようか。あ、おかしいな。あ、お酒もあります。実は武器を使うときは全然お酒飲まないことをルールにしてるんだけど、今日は鎧も着てるし、まあ、斧投げるだけだから別にいいと思います。うん、お酒飲んだ方が逆に上手になるかもね。よし、じゃあやろう。ポッ、ビデオ止まっちゃったんだけど、見て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 、ポッ、よいしょ。今回だけビデオ回ってなかった、つらい。さっきめっちゃ撮ったんですけどね、ビデオはカメラ回ってなかったから、撮りトライでできるかな。あ、できないな。おお、もう分かった、できない。あ、やっぱりね。ね、じゃあガンテッドなしにもしてみようね。あ、違う、やばい違う。って言いながらできないと思うけど、自由になった気がする。ごめん、全然違う。今めっちゃびっくりした。重さが全然違う。でも下手なんだけどな。ガンテープの方が逆にできたかも。ガンテープの方ができやすい。これでこうなるからちょっとできないんだよね。今日はヘルメットも持ってるんだから、ヘルメットをかぶってやってみたいと思うんだけど、今まで1回でもブルサイ当たってないから、ヘルメットだったらさらにダメになると思うけどね。これ私はスパーリングの時にいつも使ってるヘルメットなんですけどね。そうだね。みんな失礼します。 OK、 じゃあ一回ヘルメットつけた状態でやってみようね。どっちがいいんだろうな。じゃあヘルメットありね。実はあんま変わらない。ダメだね。苦いな。もう一回ね。貸してくれてありがとうございます。キャスルティンタディアル。あとは皆さんに小さな報告もあります。私が入っている剣術クラブキャスルティンタディアルは12月の11日日曜日にナイトウォースという騎士のサバイバルゲームをやります。場所は高田馬場のフォーリンドの本屋さんになります。みんなはもし興味があったらぜひ遊びに来てください。ナイトウォースのゲームの中に2つの騎士のチームが戦いまして、私も騎士として戦います。私は剣術で負けてるところを見たければ、それとも私とちょっと会話したいと思ったら遊びに来てください。このイベントの中にもキャッスルティンタディアルが特別なスコアヤープログラムっていうプログラムをやります。このプログラムの中には当日に試合に出る騎士さんの鎧の着せ付けを手伝うこともできますし、特別な剣術のレッスンもあります。だから興味ある方はキャッスルティンタディアルのウェブページに行ってください。ナイトウォークで会いましょうね。あ、ダメだね。
ブルさえ立てない状態で割るのがきついんだけどね。力足りない、もう一回ね、5時間練習できたらうまくできるようになるよ、その自信あります。オノ投げはスタッフさんも説明したんですけど、最近はかなり大きなスポーツになってますよね。だから遊びだけじゃなくて本当にちゃんとした試合とかありますよ。平気ですね、当たったのは意外と辛いね。おお、さて、こんな簡単にできるなんて辛いよ。できたね。いいね。ああ、待って待って見て。見て。スタッフの説明だったら、これはここに入んないね。ここなんだよね。だからこのポイントにしかなんないな。ああ、近いな。まあ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 。まあまあ、一回ね。スルーの言い方だったら、ハイポイントで終わらせるべきなんだけど、もう一回やってみる。もう一回行く。じゃあどう思う？次は、ね、当たんない。ちょっとだけでも一瞬待っててくださいだって当たってる回数の方が少ねえじゃねえか。いや、trust me、全然信用してくれないんだから、愛感じてないからうまくいってないんですよ。あるけどね、いやでも真ん中ブレードのど真ん中に当たってきたんだよね。ここで当たるのおすすめだな。もう一回もう一回、今当たったから、もう一回ね、もう一回や。おお、おお、プリティレイディー。あ、もう一回だけ、もう一回だけ。永遠に続くんだよね。当たったら、当たったんだからもう一回やりたい。当たってなかったら、当たった状態で終わらせたいんだからもう一回やるって永遠に続くんだよね。OK、じゃあこれ最後だ。これは本当に最後。これはかなりストレスの発散になりますよね。うまくいったら楽しいし、うまくいかなかったら運動になるから意外と楽しいですね。みんなさんにおすすめのは、一人じゃなくて友達かデートか仕事の仲間と一緒に行くのはおすすめですよね。おしゃれですし、お酒もあるし、試写もあるらしいですよね。今回は注文してないんですけどね。意外と真面目なスポーツになってきているんで、プロになりたかったらここから始まってもいいんじゃないかなとは思います。気になりますのは一つあって、鎧なしの状態でこれよりうまくできるかどうかは気になりますよね。今度はプライベートで遊びに行きたいかもしれないですね、鎧なしの状態で。今日は遊ばせてくれてありがとうございます。 The Action Bar 浅草、みんな興味ありましたらいつでも遊びに来てください。とっても楽しかったです。じゃあみんなまた次回のビデオで会おうね。じゃあね。最後の投げ、最後の、ああ、じゃあ皆様見てくれてありがとうございます。次回のビデオでまた会いましょうね。見てる通り私は完璧です。もうじゃあね、これ見てくださいませ。あ、まあ競技だと10点あるんです。めっちゃうまいですね。